ったみんな、あ、外れた方もいらっしゃるのか。こんにちは皆さん。よいしょ、初日入るぜ。だってうわ嬉しい、嬉しいね。皆さんありがとうございます。いいですね。やった、当選した、やった、当たったよ。だって嬉しい、嬉しい。え、リオも出たかった。当選した、やった。みんな顔見知りが集まるってことかね。はい、モビリス当選しました、やった。外れたんだけど。だって外れた、ナイトワンさん、やばい。よいしょ、はい、あ、外せない仕事、よいしょと。はい、リオピと今日はご飯を食べに行って写真を撮って自主練をしておりました、一緒に。はい、してました。はい、はい、確かにまだ顔見知ってないです。顔見知りになりに来てください。はい、ぜひ顔見知りに。本当にもうめっちゃ楽しみすぎてやばい。皆さんと会えることがめっちゃ楽しみだし、はい、よかった、やばい、本当にやっとご飯イコールラーメン。そうです、今日はリオフとラーメンをね食べてきました、やった。ブイブイ、ブイブイ、はいはい。実はリオフともね結構やり取りはするんですよね、うん、意外となんかこう接点がないように見えてめっちゃ接点あるんですよ。初めて町田商店にメンバー食べに行ったのもリオピが初めてなんですよ。初めてですね、はい、あ、リオも初めてメンバーとはなんかそういう遊びに出かけに行ったの、ユマが初めて。えっ、ニッティユマが初めてです。やったー、はい、ね、朝はねもうめっちゃ声出なかったんだ。そうだよ、朝も配信してたじゃん。そう、今日朝配信してたんだけど本当になんかもう寝起きすぎて、おはようございますみたいな。はい、嬉しい、皆さん当たってくれて、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ待ち望んでたっていうのは本当に嬉しいですね。私もめっちゃ待ち望んでたので、うちわ嬉しい、ありがとうございます。もううちわとか絶対見つける、うん、嬉しい、ありがとうございます。やばいね、本当に初日皆さんぜひ楽しみにしておいてください。いやでもね、ダンスあんま得意じゃないから私。いやいや、そんなことないよ。実はね、あのはい、コールはゆまちゃんで、ペンライトは赤と黄色です。はい、ぜひ練習しとこ今。はいはい、せーの、超絶かわいいゆまちゃん。はい、ゆまちゃんなんですよ、はい、コールは西ゆまって言わないでくださいね。はい、西ゆまって言ったらもうあれですよ。何ですか、うっってなっちゃう。超絶かわいいゆまちゃん、ありがとうございます。はい、西にやってきた、あ、やばい、声出るかな、久しぶりだね、うん、西にやってきた、元気いっぱいのヒロイン、その名も西ゆま。見たことのないステージへ一緒に行ってくれますか。はい、ありがとうございます。千葉県出身、高校3年生。あ、マイクじゃないのか。あ、そうだね、こうか、ヘッドセットだ。はい、西にやってきた、元気いっぱいのヒロイン、その名も西ゆま。見たことのないステージへ一緒に、見たことのないステージへ一緒に行ってくれますか。はい、ありがとうございます。千葉県出身、高校3年生、17歳、西ゆまこと西ゆまです。よろしくお願いします。めっちゃ声でかい。はい、皆さんにね、さすが、声届けていくので、もうもう地声で届くくらい、うん、はい、ぜひ皆さんね、お願いします。ゆまゆま、かわいい。はい、やっぱ緊張しますね。リオピー初日緊張した、うん、ガチガチだった、ガチガチだった、どうしよう、もう最初の練習の入るところでめっちゃ緊張しそう、うん、間違えて入っちゃったらどうしよう、なんかもう心臓がやばかった。人生で一番緊張した、はい、あー、めっちゃ緊張する、もう今から緊張してるもん。ペンライト赤と黄色です。赤と黄色、あ、でもなんか、はい、ハムボって知ってる。知ってますよ。ハム太郎ボイス、ハム太郎ボイスで、できないですけど、はい、
やばい、本当に緊張しますね。皆さんぜひ遊びにっていうか応援お願いします。もうめっちゃ緊張する、ガチガチかも。じゃん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 。ここめっちゃ苦手やん、ほんとみんな下手でも。なんかでも結構ね、私ピークだったからなんか踊れる人だと思われてると思うんですけど、みんなにあの本当に私とミソラとあの本当に意味わからないけどさゆきの3人はなんかダサいって言われてたんですよそのでもミソラもなんかさゆきもめっちゃ踊れてて本当にダサいな私だけなんですけど、いや本当に、はい、振りはでも飛んでもまだ平気、立ち位置が飛んじゃうと危ない本当に。確かに、ね、立ち位置だけは本当に詰めて詰めまくります。はい、あー緊張してきた。今日おとなしめの配信なの？うん、今日おとなしい。そうなの、まだおとなしい方なんだこれで。本当に、え、嬉しい、泣いちゃう、マジで泣いちゃう。僕だって泣いちゃうよ、チュチュンチュ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 。夜が明けてしまったらサンライズ、僕は出て行くよ、まだ眠ってる君を起こさないように、おでこにそっと口づけしてさよなら。やばいな、カラオケ配信したくなってきちゃった。今度やろうかな。でも私が、うん、歌が嘘、最近最近とかがめっちゃ同性は、んでも守れ、んでも守れ、んでも守れ。話したかった、やばい、本当私好きなんだよねこの歌。はい、マリオピ見つけたで、イエーイ、マリオピ西にやってきた、元気いっぱいのヒロイン、その名も西山、見たことのないステージへ一緒に行ってくれますか。はーい、やばい、めっちゃ楽しみかも。でもこれどうする、めっちゃ声ちっちゃかったらなんかはーいが、え、自分が、じゃあ西山がもう3人くらいしかいなくてもうみんな、ここにいるみんながいっぱい言ってくれますよ。お願いします、もうめっちゃ緊張してる。もうあのどうしよう、コールとかもさめっちゃさ、うん、ちっちゃくてさ、西山のやつだけ聞こえなかったらさどうする。大丈夫だよ、みんながもう喉を枯れるくらいまで言ってくれますよね皆さん。それがめっちゃ不安かも。どうですか、不安がってますよこの子どうすか皆さん、 I love you I love you できてた、 Me too。 生誕祭かと思わせたるだって、うわー嬉しい。皆さん、私の初日、本当にもう一生に一度しかない日、皆さんも入れる方はもう腹から声出してください。私よりも声でかいく出してください、お願いします。はい、ぜひ。ありがとうございます、皆さん嬉しい。頑張りよぴ、頑張りよぴ。え、でも早く一緒に出たいね。なあ、本当にりよぴとは結構あのペアダンスとか一緒のところがあるのでね、ね、うん、不毛のねところとか、もうね、あれ難しいよね、タンポポ。でもね、なんか号泣するとあのあきら先生が飛んできちゃうからもう多分私もタンポポとかもめっちゃなんか泣かないようにしてて、顔もめっちゃブサイクルと思う、このめっちゃブサイクル。それもいい味です。はい、いや本当に私なんかそのテストの時、そうなんかそのあれ投資でやる時に、その公演のその時タンポポでもすでに泣きそうで、もう、なんか2番の歌詞の「ほんの少しだけの糞を投げ言ってた」ってなんかもう自分に重ねちゃって泣いちゃう。あ、わかる、タンポポはもう価値が良すぎる。はい、いや鼻息やばいかも、鼻息それもリオピに教わります。なんか対策あったよね、ふんふんだよね、ふんですよ、ふん、はい、ふん、後で教わろう。はい、こっちは泣いてほしくてコールしてるのよ泣いたら怒られちゃうよ。泣いたらあのステージ上では絶対泣くなっていうのがあるので、あきら先生、うん、ガッと我慢してて、うん、でも顔もこんな、うん、めっちゃ険しい。はい、現場で
西島見るの楽しみにしてる。あー、ありがとうございます。つぼみたちとかもね。あ、つぼみたちはこれが一緒なんですよ、ペアダンスが。はい、いや私立ち位置バレちゃったかな。大丈夫かな。大丈夫だと思う。大丈夫、大丈夫。ゆきのいないしね。うんうんうん。ドキドキした。ドキドキした。あ、ドキドキした。鍵穴もにしてよだったらもうなんか一緒のようなね今、うん、いやでも鍵穴とかめっちゃ怖いよね。絶対緊張しちゃう私鍵穴やるとき。いや、この人に、いや、え、やめとこ、やめとこ、やめとこ。はい、曜日はまた聞いた。おめでとう。お、やった。かけはない夢の国っぽくしてほしい。え、いいね。ちょっとやりたい。鍵穴から元気よく、いいね。鍵穴元気よくしたいです ね。あ、やばい、初日緊張してきちゃった。大丈夫だよ。でもどうしよう、怖いよ、緊張する。もう泣いてます。まだ泣かないで、私も泣いちゃうよ。僕だって泣いちゃうよ。もうその中でやったからさっき。あ、ユニット何やると思いますか。はい、ぜひユニット何やるか想像してみてください。手もでもとか、あ、制服レジスタンス、わがまま、クロス。一緒に手もでもやりたいな。もう2週は完璧なんですよね、なぜか手もでもの涙が。完璧ですよ、全部完璧ですよ。クロスっぽい。だってわがままみたい。だってわがままな流れ星、もうだいぶってる間に、わがままな流れ星、私の願いを叶えて。はい、はい、あー、よし、行くぞ。てか、バイバイ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 、じゃんじゃん。月にはウサギがいないんだ。水とか空気がないと生きてはゆけない。タララララ、この世に魔法がないことを大人になったある日気づいた。ショーくん、ちゃちゃちゃ。それでもなぜか人はみんなすがりたくなるよ、超能力を。はい。もう全部できそう。全部できる。あの胸の愛の十字架は俺とお前の誓いを。いや、クロスあれやりたい。カーブを曲がりきれずバイクスピンして。みそら。私さ、まなみんのさあれ大好きなんだけど、わかる？落ちこぼれなんだ。あ、このこれですね。そう、これの前のどうせ俺は会う。ああ、わかる。落ちこぼれなんだ、付き合っちゃいけないって仕方ないだろう。を全ユニット出てくれていいよ。もう全部出るしかないね。4曲ぶっ通しで出よ。うん、ぶっ通しで出るしかない。はあ、でディスタンスの手のコンビネーションね、あれ難しそうだよね、めっちゃ、うん、なんかもうわかんない私、どうやってやってんだろう。あれディスタンスの手のコンビネーション、なんかさ、あのどこだ、感想のところのチュルルルルルルルジョン、あ、じゃこれジョン、ジョン、これジョン、その後のジャン、ジョン、このこれ、こういうやつ、なんか、あー、わかったわかった。はい、難しそうですよね。ね、絶対難しい。カモネギ踊る、もちろん踊れますよ。カモネギか、チュ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 、あ、そこか。チュ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 
じゃん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 じゃでもさ、すぐさ、あの時に写真のやつ劇場で踊るのはあの本当に半年ぶりくらいなんですけど、すごい劇場に立ってっていうのはあの写真の写真初日の時にみんなでセーラー服着て写真撮ったんですよね、うん、はい、リョピ公園で見たことない。え来てください、ぜひぜひぜひ、私とリオピが一緒に出てる時にね、見てください。いやー本当にした。でもね、本当、でも玉ねぎはそんなに苦労しなかったかも。本当すごいね。うん、いやごめんなさい、めっちゃ苦労したけどもうなんか上半身、逆に上半身苦労したかも。なんかその命の人とかもこれあるじゃん、これが椅子でやってたから横じゃなくてなんか縦になるようになっちゃって、そういうのが癖づいちゃって、それが結構大変でしたね、その癖づいたのを直すっていうのは。はい、皆さん嬉しい、ありがとうございます。踊れる女、踊れる女って思われてるよ、どうする、私めっちゃダンス下手なんだけど。大丈夫だよ、本当に皆さんはあの期待しないでください。2週も一緒にちゃった、楽しみだ。え、おめでとう。ぜひペンライト振ってね。ゆまちゃんは汗めっちゃかく方です。うん、最初の3曲やばいよね、ほんと、うん、本当にあの汗が私結構9曲の中でも上位、うん、トップ3くらいに入るくらい汗かくんですよ私。うん、なんか顔にかくってよりかは首後ろにかく人、なんかやっぱボブだから熱いってのもあるんですけど、なんかはい、あの命のへそからの思春期のアドレナリンがもうガチで、うん、しんどいよね。うん、あ、ランちゃん、あ、ランちゃんってこのランちゃんか、うん、テナからランちゃん聞いてますいつもはい、そっか、テナもそうだ、公演が久しぶりだから、ね、ずっとリオだったんだよ。やユキのすごいよな、本当に緊張ですよね、初日が暑い時期ね。確かに暑い、ホットホット、やばい、でも初日迎えられるってなんかあんま実感ないかも、うん、やばい、めっちゃ早着替えとかもめっちゃ怖いかも。なん、え、早着替え私したことないんですよ、初めての早着替えなので不安ですね。もし私があの出てこれてなかったら早着替えできてないんだなって思ってくださいMC がね伸びてたらね、 MC めっちゃなんか今回 MC めっちゃ長くねと思って、多分2週間苦戦してます。固定ヘアはこのままで、こっち耳かきしてます。で前髪もこれで、これが固定ヘアですね簡単、多分そのランちゃんいつかリオテンのテモデモ見たい。え、それはテンナとテモデモやってみたいんですよ私。早着替え、そう、早着替えでもね、家でなんか練習、そう、なんかセレクションの時とかも早着替えあったよね、やっときましょうみたいな。ああ、あった、懐かしい。そうそうそう、それで結構やってはいるんですよ。でもやっぱりちょっとあの、ね、衣装とは違うよ ね公演じゃない、レッスンのね、うん、終わりに用意スタートって始まって、はい、なんかそのタイマーで測って、そう、このレッスン着から私服に着替えてくるっていう、ステージでこけるとかなしやで怖い。だってさ、思春期のアドレナリンとかさ怖くないね。ヨーラーバーキルゾットでさ倒れてからさ、せり上がる前にさいつも必死、怖いよなあれ私めっちゃなんか一人だけ早く起き上がっちゃうかも、だからあそこ練習しないと、うん、はい、わー緊張。ライブ前も出る公演ないよね。え、わかんない、どうなんだろう、どうだろうね、うん、わかんないです。まだ私たちも全然メンバー全然決まんないよね、そんななんかギリギリ結構、うん、
決まるの。でも7月4日はアミタの生誕祭、うん、生誕祭私が出ます。いいね。その後はまだね、うん、出てないね。うん、出てない。で、私たちもわからないですね。はい。でもライブ前、でもライブは来てくれますか皆さん。落選しちゃった。ライブどうですか。ライブ、ライブ来てくれたらもう全然ライブ7、8、9期ね。もう私絶対にファンサする自信ある、自分のうちは、はい。でもうちはさ、一番見やすいのあれじゃない？黄色いさ背景にさ黒い文字が一番見やすくない？そう。でも公演では結構見やすかったのが、あのオフィシャルで出てる、ああ公演だとね、それの裏の西島リオって書いてるやつが黄色いの、はい、あれが結構見やすいのか、うん、見やすかった、はい。うちは作るとしたら西ゆまどれがいいかな。でもやっぱ西だと、西だと西島がいるので、うん、ゆまが嬉しいかな。でもうん、が嬉しい。そう、亀子席からとかあるよ。嬉しい、亀子。すごいね、亀子さん。うーかの卒コンだけ行く、うちは作るの、ありがとう、嬉しい。なんかでもあと私一番ライブでこのうちはめっちゃ見えるって思ったのが、なんか光ってる前田玲子さんのうちは3階から待って、見えた、見えた。で手前になんかめっちゃあって、玲子ってあって、で光ってるやつはなんかあのめっちゃこっち側にいたよね。そうそうそう、な真ん中の方じゃない。どっちもいた。なんかいた、たくさんいた。あの違う、あの公演、2公演くらいやってじゃん。なそういうこと、うん、私が初めてその前田玲子さんのうちを認識できたのは真ん中にいた時。そう、こっちと、確かこっちとこっちにいたような気がする。なんかどっちもいたの見えた。これはめっちゃ見えすと思ってすごいって思いました。光るうちはすごいよね。はい、光るうちはすごい。でもやっぱ一番見やすいのはその黄色背景に黒、なんかあの、うん、見やすい。たまになんか反射して見えないうちわとかあるじゃん。あ、そうなんだ。光でさ、ライブの時、私ね公演とか出たことないからそれはなんか分かんないけど、たまに反射でなんか見えない人とかいるから、うんうんうん、光るやつは技術が、だって技術、そうなんだ。あれ絶対技術必要、絶対難しいよねあれ。はい、皆さん、うちわ作ってきてくれるとこめっちゃ嬉しいね。うん、私大号泣しちゃうんだけど。だってマジでうちわ嬉しい。もうなんかさ、うちわってさ、その持ってくるまでに、公園持ってくるところまでに時間かけて作ってくれてるじゃないですか、うん、もうその事実がめっちゃ嬉しくない？なんかめっちゃ嬉しい。自分に時間かけて作ってくれてるのが、なんかさ動画とかもすごい嬉しいし、自分の動画作ってくれたりとか、めっちゃ可愛いしね、みんな作ってくれる うちわとか。うちわ本当に嬉しいよね。うん、いつもありがとうございます。うん、嬉しい、ありがとうございます。もう本当に、なんか私がもともとオタク側だったから、そういううちわの作るの大変さとかめっちゃわかるし、いやボードとかも本当に、うん、嬉しい。なんか自分に時間かけてくれてるのがまず嬉しいので、もううちわとかボードとか、なんかその自分のなんかグッズ持ってなんかご飯食べに行ってくれたりとか、本当に嬉しいし、モバメ返信とかめっちゃ嬉しくない？嬉しい。私もめっちゃさ1日3回くらい同じの読んじゃう。うん、わかる。めっちゃ読む。めっちゃ読む。モバメの返信とか。だから本当になんかモバメの返信してる人は多分めっちゃ認知もらいやすいよね。うん、確定。でもさ、その公園でさ、うん、誰が誰とかさ、名前とかさ、なんてさ、確かに、なんかその、うん、確かにそれはあるかも。だからお見送り会とかで名前とか書いてくれたらね、うん、結構ね、めっちゃ嬉しい。この名札とかさ、つけてくれてる、うん、いるよね。そう、握手会とかでなんか名札つけてくれてる人がいて、それでめっちゃ、なんか、あ、モバメでいつも返信してくれてる人だって顔と名前が一致しやすい、一致したから、うん、本当に嬉しい。そう、1時間もめっちゃ時間かかるもんね、うちわとかね。ありがとうございます。わかります。大変、みんな本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しい、泣きそう本当に。こんなに名札、いやで、あすちゃん、でもあのオンライン話し会撮ってくれてる人は結構みんなもう顔も名前めっちゃ知ってるから、あすちゃん結構覚えてるよ、もう。うん、たくまちとかも覚えてますよ。いっちゃんも覚えてる。はい、でもなんか、はい、名札恥ずかしいんだね。恥ずかしいんだ、名札。でもさ、お見送り会の時だけかけるとかにすればいいんじゃない？それかなんかもう、うん、
それも恥ずかしいかな。ねえ、どうなんだろう。でもこっちとしてはさ、結構さ、誰が誰とかさ、分かりたいよね。うん、分かりたい。あ、かぼちゃ覚えてますよ、かぼちゃの風さん。かぼちゃの風さん。かぼちゃの風さん。うん。名札つけたこと。そうですね、結構会ったことない人もいるから。こうやってめっちゃショールームでその名前わかるけど顔で見たらさ全然初見じゃん。そう、うんうん、確かに。だからうん、名札とかあるとめっちゃわかりやすいよね。はい、はい、千秋さん覚えてますよ。あ、地球、あ、あ、はい、あ、NMB ソング歌詞を意味を理解しながら言ってください。アキラ先生だ、アキラ先生だ、アキラ先生。ストップの意味は一時停止やりました。懐かしい。あ、え、タン押しって言ってるんですか皆さん。はい、もう本当にだからもう、やばい、初日めっちゃ楽しみ。なんかもうそのゆらゆら揺れてる。なんかもう両方が気づけない。本当、無意識だった。無意識、特技やん。もうマナミンの特技、マナミンの特技奪えるかも。奪えない。目、あれなんで、ドライアイなんで。ドライアイやばい。いやでも初日その迎える緊張とか立ち位置とか振りとかよりも本当にみんなに会えることが楽しみすぎてやばいかも私。うん、すごい楽しみ。やばいな。また私さ、半年も出れてないわけじゃん。長かったね、はい、子犬なので。うちわに耳つける。いや、かわいい、絶対かわいいやん。そんなの。そしたらもうこうやってやるわ、もうファンさん。いやー嬉しい。やばいね、みんなと会えるの。私も泣いちゃう、みんな泣いてたら。私もはいってなっちゃう。はいはいってなっちゃう。本当に。はい、二人のコンビ名は。だってコンビ名ある？私たちないよね。ない、あったっけ？ないな。コンビ名どうしようか、決めちゃう？西でも西はさ、ほのぴーがいるから西さん懐かしいね。はい、西田西島。でもトリプル西があるんですよ。だから西さんがあるね。そうだから西っていうよりも個人的にはユマとリオっていうので西、ダブル西さ、これ反対にしたら西わらだよね。死んだ。ユマリオ、やっぱユマリオなのかな。共通点とかあったっけ？ユマリオだとさ、うん、ユマリオになる。待って、え、いいじゃんユマリオ。そうしようや、確定ユマリオです。確定、はい、確定、確定。ユマは確定、リオは確定、ユマも確定。やばい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 、怒られる怒られる。あきら先生見に来ることとかあるのかな。え、あるのかな。ショールーム、ショールーム、はい。ユマピー、ユマ要素ゼロ。はい、今日写真撮ったからツイッターにあげたい、あげたい、あげたい。そう、確定、皆さん確定スタンプ使ってください、ぜひ。あれ結構使いやすいと思うんだよね。なんかラーメン行こう、確定、確定って返信すればもうめっちゃなんか仲いい子とかに使いやすいから、うんうん、それは確定。はいはい、ゆまりお配信です。
え、ゆまりおってなんかめっちゃいいね、うん、ひらがながいいです。ゆまりお、ね、かわいい、かわいい、ゆまりお、お願いします。確定。結構あのスタンプ好きなんだよね。そう、私も結構、なんかもう LINE スタンプさめっちゃ使っちゃうんだけど、うん、え、それなんかさ自分ちが多分一番使ってるあの、うん、ケーキ、私とリオも今日なんか今向かってますっていうのでミソラのやつ使って、それでユカタの返しがユカタのルン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 。めっちゃ私は多分一番使ってるケーキの中でも、なんかケーキもなんかグループメールがあるんですけど、そこでなんかみんなめっちゃなんか意味わからんくめっちゃ使ってるような、バイバイピーナーとか、バイバイピーナー、おやすみスリープ、うん、おやすみスリープ。はい、ドンチケドンジャン、ドンチケドンジャン。え、すごい、こんな風になるの、ミラーボール。え、え、知らなかった。ありがとうございます。ドンチケドンジャン確定。あきら先生、皆さん確定っていうのはご存知ですか？え、知ってるのかな、みんな。分かんない。確定、なんか密着とかで映ってた時あったのかな。リオは確定、ユマは確定、確定、うーん、動線作る時。ならない。ユマ邪魔やな。ユマ邪魔やって知らんかった。だって知らんかった。はい、初日エピソード、ん、初日決まった時のエピソード知りたい。なんか本当に、え、これ言っていいのかな、そのあれがあったっていうのは、うん、うん、なんかその初日迎えるのにテストがあって、ゆうみさんに一回全部通してみてもらって、それでゆうみさんがその出れるか出れないかっていうのを決めるっていうのがあるんですけど、そのテストがあって、その時に分かるんですよ、合否が。それでやって、で私本当に自信がなくて、すごく不安だったんですよ。あのダンスも下手で、そのなんか立ち位置もちょっと間違えちゃったりして、でも声だけはすごく大きい声で歌ったんですよ。はい、うん、それでそのテスト終わって、その聞くときに聞いて、でなんかじゃあ28日初日って言われたときに、やっぱり最初はその本当に自分がこのクオリティで初日に出ていいんだろうかっていうのはすごく考えたし、その嬉しいっていうのもあるんですけど、やっぱりその本当に出ていいんだろうかっていう、なんだろう、その不安っていうのはありましたっていうか、今もあります。その本当に9期生の成長がみんな本当に早くて、周りが本当にみんなもうすごい上手いんですよ。で、私本当にその振り入れの時とかもずっと椅子に座ってて、まともな振り入れをしてこなかったし、それこそ立ち位置がその決まったのも本当に最近で、それでそっから最近っていうか、まあ、でもそんな2ヶ月前くらいなんですけど、そっからそのライブがあったりしてちょっと慌ただしくて、うんうん、まあ、その間にもどんどん旧期生はその場を積んで成長していってて、で私その時でまだ振り入れとかもちゃんとできてなくて、本当にだから今もまだ本当にこんな差ありますし、もう本当に、うん、自分がこの公演に出ていいんだろうかっていうのは今もすごくあります。緊張もあるし不安もあるし、うん、嬉しかった反面そういう気持ちもありました。はい、はい、っていうのが初日決まった時に思った心境かな。うん、近くて最悪やん、こらえられなかった。私もこらえられなかった。はい、そうなんですよ。だから本当に皆さんに会えるのもすっごく嬉しいんですけど、やっぱり本当にごめんなさい、すごく不安だし、もう周りはもうどんどん私がやっててもやってる時にもみんなどんどん成長してってるから、今これなんですよ、わかる、
私が成長しても周りも成長していってるから本当に、うん、だから本当に皆さん初日は温かい目で見守ってください。もう本当にテストも緊張したし立ち位置も振りも本当に不安だったけど、やばい初日近くてなんで忘れられない。はい、はい、本当に、うん、やばい、またお腹鳴った。ちょっと本当に、私なんか本当こういう静かな時にお腹鳴るんですよ。本当に、私なんか前もショールームのお腹鳴ったんだよね。なんか聞こえたかな？と結構、皆さん聞こえました？結構大きかったけど。はい、でもとにかく。やっぱりあの、ね、めっちゃ聞こえたよ最悪空気読まない本当にもう真面目な話するとなるんですよ。はい、あそうですね。はい、初めましてとか来てるんだけど坂本レオ、あレオ、ね、レオ今お腹鳴ったの聞こえた。初めまして、レオいたかな。初めましてじゃないよ、レオ。いや、初めまして、うん、あ、やばい、噛んだ。やばい、ちょっと。まだなった。まだなった。いやもう本当に、さっきのラーメンじゃ足りなかったのかな。後でまたご飯食べに行きます。そうだから、もう本当に、みんながここで、私今ここで、うんうんうん、でも今私が頑張ってもみんなも一緒に頑張ってるから、本当に追いつかないんですよ。で本当にそのゆみさんにもその本当に周りが良すぎてみたいな言われたし、うん、もう本当にだからめっちゃ、うん、頑張ってます今。それで本当にどうにかしてみんなに追いついて28日 あのその周りとの差をなくせるように今頑張って自主練はしてます。いやでも本当になんか皆さん私がピークだったし、うん、期待されてる方もいるかもしれないんですけど申し訳ないけど私はダンスが苦手だし、うん、正直喋りもそんなに得意ってわけじゃないから本当に初日は、はい、あの温かく見守っていただければ、あこの子初々しいなって、そうそのね、そう成長過程を見られるのもいいっていうかファンはね、うん、嬉しいと思いますよ。期待しない方がいい、むしろ逆にそっちの方が嬉しいかも。なんか西山は本当になんかもうあの立ってるのが精一杯みたいな、歩くの精一杯っていう感じの、生きてるだけで偉い、はい、もうそういうそんくらいの気持ちで挑んでほしい。したら本当にやばい本当にやばい本当にやばい、はい、ねえ、そうなんです、それが最近の悩みですね。だからね初日も本当に時間がないので、あともう3日しかないんですよ。楽しみですよ皆さん、みんなと会えるのもすごく楽しみなんですけど本当に不安で、ユニットとかも人数少ないじゃないですか。うんうんうん、そしたら本当にそうなんか見られるのも増えるからめっちゃ緊張するし、うわー、時が止まってほしいような止まってほしくないような、はい、レオです。レオいるのかな、レオいるのかな、いないね、いないね、はい、みんなラーメンに見えたら大丈夫だって、西風ゆまさんだって、やだそんなこと言わないで、みんな、あ田中みそらだ、みそ何の音符、みそらしどうじゃん、やっぱうん、なんだっけ、みそらしどう、空に向かって笑顔を奏でるみそら、目移りはカニーナ、京都府出身18歳みそらこと田中みそらです、よろしくお願いします。イエーイみそらびっくりした。うちさ
さあ、みとくん日本一になるのは D.O.P. 空見だって、空見スマイル、やばい、マナカラーラじゃんなもんで、ずっと見ててよ。ふぅありがとうございます。静岡県出身、18歳、西島リオピこと西島リオです。よろしくお願いします。イエーイリオピー、これだけめっちゃ得意な自信ある、うん、私の自分のよろしくお願いしますはあんま得意じゃないけど、イエーイリオピー、ちょっと得意かも。プリパラでくさ、本当にプリパラだった。ミソラシドミソラシドレミ、いや本当に緊張する。やばい、この後も練習しまーす。ダモンデー待って、ダモンデなんかいたぞ。ダモンデーデヤンデー、ダモンデーデヤンデー、ダモンデーデヤンデーデヤンデー。何、いやほんまに、あーリオピミエだと思ってた。ミエはコヨリンだよね。ミエはコヨリンですよ。あの子より、その子より、コヨリン、あれ好き、わかる、かよりやばい、本当に、あーだから本当に皆さん、あ、コールは〇〇でお願いしますっていうのは、それは自己紹介の後に言いますか。え、それ気になるかも。私だけなんですよ、キューキーの中で唯一ちゃんなの。ね、ゆまちゃんだよね。だからちょっとそれ知りたいかも。れいこちゃんっぽいね、一瞬。え、嬉しい、やったー。その褒めても何にも出ませんよ。はい、好きやちゃー、さゆきに会いに来られ、来られ、愛の手がれいこ、やった、イエーイ、さゆき、イエーイ、いい子、悪い子、れいこ、前だけを見てたい、私も前だけ見ます。はい、コールはゆまちゃんでお願いします。みそらしの、どうしよう、本当に空に向かって笑顔奏でる、みそら、あいに来られー、もうなったの、みそら、やばい。だから本当に初日に入る皆さん、 DMM をご覧になる皆さんは、その本当に期待はしないでください。頑張るんですけど、あ、でもピークだからといってダンスが上手いわけじゃないのでお願いします。みそにゃー、イエーイ、みそにゃー、みそにゃー、楽しい、イエーイが楽しい、みそにゃー、にゃんにゃん、だもんでってどういう意味ですかって来てる。あ、だから、だから、ツイッターでコールはゆまちゃんを投稿したら、ああいいかも。え、でもね、なんかツイッターの ALT に一応コールはゆまちゃんでお願いしますっていうのは投稿してるんだけど、一応公演の前日、当日、どっちがいいかな、前日、前日にペンライトカラーとコールを、本文に書いたものを投稿するので、皆さんぜひ拡散よろしくお願いします。はい、ミソラちゃん大暴れ、暴れてるって、めっちゃ暴れてる。はい、うん、元気、ミソラの声で笑っちゃう。いや本当に拡散します、ありがとうございます、お願いします、お願いします。あ、レイオちゃんの配信始まった。え、マジで、だからさっき見に来てたんだ。あ、待って、同じ、何時からだっけ、6時とかだよね。ふぅ、どうします。じゃあうちは作ったから、あ、絶対見つける。え、本当に、もし公演中にね、視力の関係とかで見つけられなかったら、でも絶対見つけれるよね。うん、見つける、絶対に、その履ける時に絶対に見つけるし、もう履ける時隅々まで見るから、私も一人ずつ見てから、こうやって。でもしね、それでなんかもう、うん、それでもしもうこの取り逃がしがあったら、もう絶対にもうお見送り会で絶対大丈夫。うん、絶対大丈夫、取り逃がすことはないから、私がみんなオタクを
ばい、あ、え、よかった、グを聞いて、やっぱ私またそうお腹なっちゃってさ、みそらさ、さっきさ結構真面目な話してて、なんか初日って分かった時どう思いましたかみたいな、テストあった話とかさ、その時の心境とかさ、めっちゃ話してたわけ。そしたらさ、めっちゃお腹なってさ、やばくない？恥ずかしいよね、ハート作ってるって、イエーイ、やった、宇宙人、誰かきっと無中人、ちゃ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 らちゃちゃちゃらちゃ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 らちゃちゃちゃらちゃちゃちゃらちゃ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 らちゃ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 面白い女、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 やったね、絶対見つける、チンペイ、はい、恥ずかしくない、イエーイ、あれがってことイエーイがってこと、めっちゃ楽しい。リオピは西山の顔最新見てた、顔最新っていつのこと、レオとミソラと私でやった時の配信で、見てない、うん、なんかモッツァレラチーズゲームとか、いや見てない見てない、なんかここでモグラ叩きやったりとか腕相撲とか、なんか気候しばしりしたりとかした、見てないです、ね、ちょっともう黒歴史かもしれない、黒歴史だね、うん、聞いただけでやばいもん本当に朝よりそう、え、あ、もう朝で本当朝弱いんですよ、もう夜行性なので、はい。いやもうハムボもちょっとね、もう黒歴史ほぼ。伝説とか言われてる。伝説って言われてんのよ、だってさ、あんなこと言ってる、あれじゃない、見たことないよ、本当に。今日お団子やから。お団子に対して持ってかれてやばい。死んでもグラグラや。おお。はい。普通にスマホ見てるだけなのに、めっちゃスマホ首にある。最悪。どういうこと？ミソラとミソラと出会った方はスマホ首のミソラが見れる、だからこうやってスマホ見てるけど、もうここ、あ、重たくてうっ、あいそれあいそれはい、髪の毛なあ、え、でもミソラでも髪の毛、うん、なんかめっちゃ、ね、なんか量さ、なんか少なくてさ、めっちゃなんか可愛い、一番可愛い量してるよね、うん、そんな、うん、こういうこと、うん、待って、めっちゃスマホ首最悪やってこういうこと、はい、嫌ですね、電車台それバッキミしちゃう、やめて、やばい、ダメだよ、おみそにゃしっかり違う、やばい、待って、私カラオケ配信したいかも、やばい、ちょっと今度カラオケ配信やめます、やっぱやめます、自分の歌に自信がないから、やめますよ、今めっちゃやりたかったけど、多分ちょっと聞き返して俺歌下手やなってなるからやめます、攻撃やばい、ふっ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 待って、めっちゃ攻撃結構きてる、結構痛いよねこれ、カラオケ配信ってさ、やる？リオピとか。やったことない。あれでもやり方が分かんないんだよね。だから手出してないっていうか。ライブ行きたい。ぜひ来てください。広瀬おすず。おすず。あ、バイク乗りながらアイソレ決め。バイク乗りながらアイソレ。いや、ほんまに私攻撃力ゼロ。結構痛いよね。って言って、当たると。うん。結構やばい。いやボブも結構。ゼロ。攻撃力ゼロ。はい。やばい。だから本当にそういうこともありながらの初日なので。真面目なことに戻ったの今。はい、急に待って、なんかいるよ。俺は電車で愛それだぜ。頑張ってください。じゃあ俺は。頑張ってください。ここがアイソレショールームだ、アイソレ最悪、アイソレスライドルとか嫌じゃない、
なんでダンス以外で愛されてるアイドル嫌だもしもし最悪もしもし最悪あもう本当にでも私はその初日の世代交代前夜公演の初日のテストにも参加できなかったので、うん、本当に悔しくて初日みんながやってる時にもうだってもしかしたらもし足が痛くなかったり自分もそこに立ててた可能性があるわけじゃないですか。それが本当に悔しくてで本当はなんかマネージャーさんになんかそのフリーレの時の来なくていいよみたいな言われたの。なんかあの踊れないしなんか別に来なくてもいいよみたいな言われたんですけど私も本当になんかもう悔しくてもう絶対に這い上がってやるって気持ちで毎日通ってました。いい 椅子に座って、はい、だからもう本当にめっちゃ悔しかったんだよね。もうその密着でも密着で俺がすっぴんで大号泣。最悪あれさ、しかもさなんか前髪とかセットされる前だからさめっちゃさ前髪もさこうやって横流しでさすっぴんでさ大号泣してるの、うんうん、リオ隣にいるやつ、恥ずかしいよね。そうリオ隣にいるそう、それでやっと掴んだ初日。本当におめでとう。ありがとうみんな本当に。だからもうずっと本当にもう応援してくださいよ待ってたし、でもちょっと差がみんなとの差がありすぎてそれが今一番不安要素。はい、でもみんなに会えるからプラマイゼロ。みんな私がダンス下手でもちょっと下手でも許して。リオの初日の時も皆さん許してくれたから大丈夫。本当？リオダンス上手いよ。もうやばかったのにね、皆さんすみません。あんな初日も見させてしまって。そう、私のアイドルストーリー激強なんだよね。まだ半年くらいしか経ってないのに入りたてですぐ挫折して、もうさオーディションセレクションの期間からだよね。うん、セレクションの期間からすでに始まってたよね。うん、セレクション期間からすでにちょっと足に異変は感じてて、でもめっちゃやってて、でアキラ先生にそのなんか足痛いってのがバレた時にちょっと再現していい？うん、おーびっくりやられてそう、でもなんかとりあえずでも続けさせてくださいってセレクション続けさせてくださいって言って最後までやりきって、そしたら私やっぱなんかそう怪我しちゃったしダメやなって思ったんだけどまさかの合格して、うん、でもユマは絶対受かるなって思ってた正直。セレクションの時ね、マジで、いや、声で大きかったから、まあ、それもあるし顔かわいいし顔かわいいしダンスも上手だったしね。いやそう、なんかアキラ先生にお前はいつか怪我する踊り方をしてるみたいなこと言われて、最近はそれをなんか地面踏みしめすぎてたみたいで、そう合格本当に合格すると思ってなかったから、ですごい学校も長期休みしちゃっててこれ合格しなかったら留年ってとこまで行ってたんですよ、うん、そう高校2年生もう一回やり直すってとこまで行って、でも本当に諦めたくなかったから怪我を負う時でこの夢は絶対に諦めたくなかったから10期作るか分かんないし、うん、だから本当にもうすがりついてもやったんですよ青春のラップタイムとか。青春のラップタイム基礎みたいに息を気出し、はい、本当に人生かかってて人生かかってはい、だから本当に人生命かけてやって、はい、で受かっておーってなって、はい、懐かしい、本当に懐かしいのセレクション。私本当にリオピともミソラとも全然喋ってなかった、うん、本当にさゆきと一緒にいたから、うん、はい、もう本当にそれで入れたこと自体が奇跡。西山ククは大丈夫、えククはやばいかも。ククって7の段とか怖いかも。なんで？え、7の段ちょっと怖くない？え、ちょっとでもやめときます。こんなバカを晒したくないので。やってよ。やだやだやだ。絶対だ。なんだ。
ーションに、そなんかオーディションの期間はそのなんかセレクション期間はもうこっちに来なきゃいけなかったんですよ。でリオピもなんかマンションとか借りてたよね、うん、そうなんです。で私はホテル勢だったんですけど、その 2,3 週間くらいそのこっちに来なきゃいけなくて、だから学校はで、しかも学校がなんか芸能活動が禁止な学校だったから、え、そうなの？そうだから本当にあのなんか嘘言ってなんか、いやなんかごめんなさい、ちょっと家族の用事で休みますみたいなことで3週間行ってたから、本当にあの危なかったのよ。本当に受かってなかったらあのもう留年で、留年は合格みたいな感じだったと。そうそう、留年は合格で、もう俺の人生かかってるみたいなとこで行ったのに怪我しちゃって、でマジで本当にやばい終わると思って、めっちゃ必死に頑張って合格して今に至ります。そう、皮膚骨折再発する可能性、そうなんか私なんかもう3回くらい再発したよね、うん、結構ね長かったよね。そうなんか治る前長くて、なんか治ったと思って、なんかめっちゃなんか3月くらい、3月の終わりくらいになんか1回なんか治ったって言われて、なんかやりでもその時に無理しちゃって、私が、うん、なんか8時間9時間とか練習しちゃったら、まあ、それはなりますね。そうなんですよ本当に。で3月に1回テストがあったんですよ、その時にも。でそれに間に合わせたかったの私、振り入れもしなかった状態で、まだ3月の。そうだそうだそうだ、思い出した、西山もね一緒に、そうそうそう、私たちと一緒にね。そうなんです、そこでやりたかったんですけど、そのなんかまた痛くなって、練習してる時にね、うん、そのだマジで終わったと思ったの。ポキっていうか、なんかこう踊ってて、踊り終わった後にあれなんか足ジンジンするみたいなのが疲労骨折で、本当になんか焦りました。しかもなんか4箇所骨折してて、1箇所だったらまださいいんだけど、4箇所 4ってなってざわついちゃった。こういう感じだったよね、なんかそうそうそう、ごと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 みたいな、はい、そう使い方が原因でって。そうなんです。それでなんか最近体の使い方を変えたり、ダンスのやり方を変えたりとか、その筋肉、なんかもともと筋肉が少なくて、なんかそれがなんか足になんか骨があれそのままいっちゃうからっていうので筋肉を増やしました。毎日だから筋トレして体脂肪を減らしてっていうので、それでその脂肪とかを減らすためにラーメンも1週間に1回っていう制限がかかってっていうのが今までの流れです。いや私の人生話してる今、はい、4箇所なんですよ俺の人生、ね、多分ね私骨の強度もね弱いんだよね。小学校の時とか年に1回とかで骨折してた。そうなんだ。一番面白い骨折はくすぐられてで嫌だったの、止めてほしかったんだけど止めてくれなくて、嫌だね。でその人の腕をチョップしたらここが折れるっていう私のここが折れるっていう、はい、嫌だね。でそれで治って5月のライブ本当にギリ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 っていうか、うんうん、もう本当リハが始まるギリギリくらいに治って、じゃあこのライブ1回出てみてちょっと様子見てっていうので、うん、ライブリハ期間全部足痛くなることなくできて、はい、それでじゃあちょっと公演の練習も始めてみようかっていうのでもう一回再開して、今回初日をつかめたっていう初テストで本当に嬉しいけど、その本当にこの間に期間にもみんながグイーンいっちゃってるから、うん、どうしようって今思ってますね。差が本当に縮められないくらいの差ができちゃったから、半年でみんな成長早すぎだよもう時間時止まれ、時止まー、うん、時止まー、はい、これが私の人生です。やばい、だから本当になんかなんかね、なんか骨の密度はでもそれ小学校の話だから多分ね、うん、だから中学校の時は一回も骨折したことないし、多分マシになったんだろうけど、でも運動もしてこなかったのでずっとこうはそのセレクション期間で
もう頑張ろうと思って体使いすぎてっていうのがあれですかね。あと普通になんかダンスが下手すぎて、その地面踏みしめちゃう系だったから、なんかね、体の使い方難しいよね。うん、そうなんです。だからそういう人生設計です。その NMB に入る前から入った人生設計です。やばくない？半年詰め込まれすぎだよね。うん、リオなんて何してた？半年何してたっけ、リオピー。でもリオピーも大変だったよね。うん、こっちだってリオね、遠征みたいな、遠征って言っちゃった、ライブみたいやん。はい、そう、サプリもね今飲んでるんですよ。ずっと前からもうその疲労骨折してからこれやばいってなって、そのセレクション期間からまずそのなんか骨のやつ何だったっけ、カルシウムの錠剤飲むのと、カルシウム、マグネシウム、あとそうなんか鶏肉とかをめっちゃ食べるようになりました、筋肉つけたいので。あるかな、夏こんな休憩10期早くないですか？早いよ早いよ、まだ俺ら世代交代させるんだ。こうやってよ、まだ交代させろ。今ここら辺だから、まだ何回もだから、ここだよ、まだここ、まだここ全然ここ全然ここ、まだこれここまで行ったら10期行こう、うん、で、はい、そうね、そういう錠剤とかビタミン D だって、はい、飲んで今は。でもね、今本当になんか足痛くないのが不思議ってとこまで来てる。もう本当に半年くらいずっとさ足痛かったから、うん、歩けてるのが不思議。そう、なんかさ、9期のメンバーにも言われる、なんか西山が歩いてるの不思議だよねみたいな。え、そうなの？そう、でもずっと踊ってるのとかも、そう、ずっと私あの松葉杖だったので、で、そう、松葉杖で通って、それで椅子に座って、うん、え、そうそう、椅子で上半身だけめちゃくちゃ動いてるんですよ。はい、すごいかったね。そう、本当に私の半年、人生で一番濃い半年かもしれない。うん、あー、いやー、もう本当に、だから本当にもうずっと長らく待ってたからめっちゃ緊張するし、それがあと3日で来るのやばくない？そう、日光浴、そう、それもねあれしてるんですよ。だからその犬の散歩とか、今は夏だからあんまりその日中には行けないんですけど、わー緊張する。いや、私の人生、他に質問ある方いますか？朝のラジオ体操、はい、そう、だから本当にもうずっと頑張ってきたのの、まあ、ゴールっていう、うん、スタートだけど、うんうん、私にとっては結構もうなんかゴールだけどスタートみたいな、わかる？うん、結構、うん、いや本当に、いやマジでもう私も泣いちゃう。だってさ、タンポポの歌詞とかさ、やばくない？ほんの少しだけの、わかるわかるわかる、そう、ほんの少しだけの不運なんですよ、この私の疲労骨折は。休みがちな僕、確かに恥ずかしく思います。あ、恥ずかしい。でも光もいつの日か日向になるんだって言ってるから。いやー、いつだろう、50年後くらいかな。何歳？67歳、うん。おばあちゃん、はあ。そういう人生設計です。成田先生、そう、本当にもうこんな顔、こんな崇高心だけど。牛乳めっちゃ好きですよ私。牛乳は本当になんかもうちっちゃい頃からめっちゃ飲んでて、なんかおかわりとかもしてました。それでも骨折するから、多分牛乳そんな関係ないのかなと思う。うん、はい、他に西山の生態で質問ある人いますか？ NMB に入ってから今のうち洗いざらい話しておきましょう。ミソラも初日本当にしかめっちゃいないのが生態、いや本当にやばい、皆さん